加強された状態の07式機動支援橋の橋体、通過している車両は92式地雷原処理車及び91式戦車橋07式機動支援橋を渡る。90式戦車加強作業の実演07式機動支援橋は、陸上自衛隊施設下の装備する加強機材の一つで、ある。 81式地層下柱橋では90式戦車や99式地ミ 155mm 榴弾砲などの装備に対応できず、か柱を用いて加強するため河川の水量や流速、および川床の土質など制限があることから、新加橋として2003年から開発を開始し、2007年に正式化された。開発経費は約32億円である。 開発にあたり架橋の制限を受けないよう、途中に橋脚が不要な単形官橋を採用し、迅速に架橋するために、作業の自動化が進められている。仮設車1両ビーム運搬車1両、橋節運搬車4両、指示装置や補強リンクなどの付属品で一式が構成される。仮設車及び運搬車には7トントラックが用いられている。架橋作業は仮設車が 指示装置を用いてビームを対岸まで繰り出した後、橋節をビームの上に繰り出して対岸まで渡すことによって橋として完成する。ありがとうございます。